一発ゲット一発ゲットしました。はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで皆さん、クレーンゲームで遊んだことはありますでしょうか。まあ人生ね、一回ぐらい、まあどんな方でも遊んだことあるとは思うんですけれども、今の時代ですね、ゲームセンターとかに行かなくてもスマホのアプリでクレーンゲームをプレイすることができます。そしてですね、この度そのクレーンゲームにアニマルハウスゆうきの大が登場します。イエーイ、プチュー。はい、そんなクレーンゲームの台を紹介していきたいと思います。はい、というわけでクレーンゲームでどんな商品がゲットできるかというとですね、ここにいるコツメカワウソのコツメちゃん、はい、このコツメちゃんにちなんでコツメカワウソのぬいぐるみがゲットできます。で、どんなぬいぐるみかというと、じゃじゃーん、こちらです。はい、こっちー、同じカワウソですよ。コツメちゃん、遊びましょう。こちらのぬいぐるみとですね、舌が出てるバージョンですね。はい、これでコツメカワウソが3匹になりましたね。はい、そしてさらにですね、色違いでじゃじゃん、こちらどんどん増えていくよ、こっちゅう。そしてまた舌が出てるバージョンですね。はい、こんな感じでございます。コツメカワウソのぬいぐるみは4種類ですね。ちなみにですね、このコツメカワウソのぬいぐるみなんですけれども、お腹を押すと音が鳴ります。こんな感じ。はい、続きまして、ここにいるチバちゃんですね。チバちゃん。チバちゃんのぬいぐるみもあります。はい、チバ犬ちゃん。はい、まずこの赤柴ちゃんです。はい、続きまして黒柴です。はい、黒柴もあります。はい、続いて白です。白結構好きじゃない、こういうぬいぐるみ系。ちゃん、そういうぬいぐるみ好きだもんね、そうやって遊ぶのね。はい、そしてラストはですね、ここにいるメンフクロウのメンちゃん。メンちゃん。はい、メンフクロウちゃん。じゃじゃん。はい、こんな感じでメンフクロウのぬいぐるみもあります。はい、というわけで今紹介した、こんな感じのぬいぐるみが、ゲットできます。はい、そしてですね、今回ぬいぐるみがゲットできましたら、先着でじゃん、こちらアニマルハウスゆうき限定のオリジナルのバンダナがゲットできます。バンダナの色はですね、ホワイト、イエロー、パープルの3種類でランダムでついてきます。まあ、こんな感じでコツメカワウソの体に巻いてアレンジしてみたり、他にもこんな風に巻いてみたりですね、バンダナを下に引いて飾ってみるのも可愛いかなと思います。はい、ではですね、実際に僕も遊んでみたいと思います。はい、じゃあまずコツメカワウソのぬいぐるみからアプリを起動したので遊んでいきます。
押し込むタイプなのかな。コツはちょっと思ったより早めにこの矢印を離すことかな。早すぎた。めっちゃ棒に当たっちゃった。よし、いくぞ。これぐらいか。お、いいんじゃないか、いいんじゃないか。あっ、惜しい。ちょっと取るよ。よしよし、どうだどうだどうだ。もう少しもう少し、こっち、もうちょっとで取れるよ。もう次でいけるんじゃないかなっていう。楽しい。さあ行くぞ。奥行きすぎなのかな俺。これいいと思うけど、マジでこれ取れた、マジで取れた。ねえねえ、口が開きっぱになってんだけど。でもいい感じなんで、ちょっと見てほら。よし、じゃあ次だ、次で撮る、いくぞ。もうこれダブルだよね、もうダブルゲットだね。いけたんじゃない、もうさすがに。もう次だ、次で取れる、取りまーす。いけたんじゃないか、どうだ、ちょっとダメか、いけた、いけた、いけたー、取れた。取れました、ゲットしました、やったねー。まあ続いてですね、ワンちゃんの台をやってみようかな。しばちゃんゲットするよ、いいですか、やってみるよ。はい、もう完全今しばちゃん狙いね。お、進んだ、こういう感じね。オッケーオッケーオッケー。ってことは頭を持ってバランス崩せば取れるかな。いきますよ、これ手前の方でいいってことや、これぐらいか。あーダメだ、真ん中行きすぎた。あー惜しい。こうなったらさ、なんかシロちゃん取りやすそうだよね。ちょ、シロ行っていい、ごめん、千葉、シロちゃん行こう。どうだどうだ。あ、普通に持ち上がった。あ、いった、やば。あ、ええ。やば。そんなことある？ちょっと今予想外のハプニング起きました。取れたと思ったらシロちゃんがね戻っていきました。もう一回シロ行こうじゃ。ねえ、なんでシロひっくり返ってんの？マジかい、マジで。どうにか取らせてくれ。芝が、芝が邪魔をした。あ、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 これ楽しい、楽しいよ、楽しいよ。じゃあこれ、このままちょっとシロちゃんゲットするわ俺。やっぱ白狙いでいく、ちょっと奥までグッと行っちゃって、でこんな感じ、こんな感じ。おおおおお、あ、少々お待ちを。もう一回頭やってみるか、もう一回頭やってみるか、もう一回やってみるか、もう一回これでやってみるよ、やってみるよ。アームに当たっちゃうんだよ。てかボール。あ、
取れました、ゲット、やったね、嬉しい。せっかくなので全部の台で遊んでみたいと思います。続いてメンフクロウの台やってみますね。色のついた穴のところにこの玉を入れればいいのかな。やってみます。よし、あららら、鍋が傾いちゃった、めちゃくちゃ。あ、でも1個取れたよ。さあ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 、おお、え、一発、やば、で、取れた取れました。え、奇跡が起きたんだけど、これね、本当にね、運なんですよ。俺、運が良かったんです、今。取れました。もう、やってほしい。楽しかった。はい、コツメちゃん。撮影お疲れ様でしゅね。これは食べますか？はい、めんちゃんもね、撮影一緒に頑張ってくれたので、うずらあげてみたいと思います。めんちゃん、ご飯だよ。はい、めんちゃん。はい、めんちゃん、ありがとう。ごちそうさま。はい、今クレーンゲームのアプリで遊んでみましたが、今回ですね、コラボしているのはギフトーレさんというアプリです。ぬいぐるみをゲットできましたら、ガチャチケットというものがついてきます。そしてそのガチャを回して当たりが出ましたら、じゃじゃん、僕の直筆サイン入りオリジナルチェキをプレゼントいたします。うちにいるアニマルちゃんたちとのチェキになってるので、皆さん当たりが出たらゲットできるので、たくさん遊んでみてください。さらに今回はですね、ツイッターの方でも連動企画を開催いたします。4週連続でチェキが毎週1名様に当たるというプレゼントをやってるので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にも詳細貼っておくので、そちらでゆっくりチェックしてみてください。そしてさらにですね、今回は特別な企画も用意しております。ガチャを回してチェキが当たらなくてもですね、ダブルチャンスポイントというものが獲得できまして、そのポイント数獲得1位の方に、じゃじゃーん、僕がですね、 In Your Eyes っていうオリジナル曲があるんですけれども、そちらのミュージックビデオの方で着てる衣装をプレゼントしたいと思います。こんな衣装ですね、はい、これがゲットできるので、まあ皆さん当たっても着るか着ないかは別として、まあクレーンゲームでぬいぐるみがゲットできるだけでなくて、そのチェキが当たったり、チェキが当たらなくても僕の衣装が当たったりと楽しみがたくさんあるので、ぜひ皆さんプレイしてみてください。はい、というわけで今回はですね、アニマルハウスのクレーンゲームを紹介したわけなんですけれども、開催期間はですね、こちらでギフトーレさんとコラボしていますので、皆さんぜひこの機会にアニマルちゃんたちをゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も動画を見ていただいてありがとうございました。このクレーンゲームで遊んでみたいよって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。ずっとそらさ
ハハハハ。